皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。7月23日、松本若菜、40、主演、ストーンズの松村北斗、29、が王相手役の連続ドラマ、西園寺さんは家事をしない、TBSK 火曜夜10時の第3話が放送された。同話の終盤の松村の演技に多くの視聴者が、沼内し話題沸騰となっている。画像 目線と角度が完璧にキス、西園寺さん、破壊力抜群の松村北斗沼、発生シーン。西園寺さんは、松本演じる、家事をしない、西園寺和彦、松村演じるシングルファーザーしなお、そして倉田栄馬、4、演じる娘のルカの3人が義家族として心を通わせていく姿を描くハートフルなラブコメディー。以下、西園寺さんは家事をしない、 第3話ままでのネタバレを含みます第3話は奥貫薫53が演じる秦の里見くすみ松村の亡き妻の母親とくすみの関係を修復するため西園寺さん、松本が奮闘するという内容だった。お互いの間に深い溝があったために修復は容易ではなかったが、西園寺さんが半ば強引に里見を宿泊させたり、バーベキューを開催することによって、 確実のあった義母と子は素直な気持ち3話の大筋はシリアスな内容でしたが、西園寺さんの頑張る姿で中和されていて重くなりすぎず、明るく円満に終わった感じです。初登場シーンの里見は視聴者から嫌われるような役柄でしたが、途中には雷に怖がる、など憎めない描写もあり、 この辺りのバランス感覚の良さがドラマの雰囲気を明るくしていますね。そして何より、第3話で注目を集めたのが、終盤に松本さんと松村さんが演じた晩酌シーンです。テレビ紙編集者。義母の一件を解決して数日後、騒動を経て距離が深まった西園寺さんと久住は縁側で一緒にビールを飲んでいた。良い雰囲気で談笑していた2人だったが、 ついにくすみはサイオンジさんを見つめまるでキスをするようにサイオンジさんに顔を近づけたのだこれはサイオンジさんの肩についていたシールを取るのが目的でくすみに一切の体はなかったのだがサイオンジさんはくすみを異性として強く意識してしまうサイオンジさんは動揺しつつも「ああシールシール」シール「やだごめんごめん」と謝るがくすみは「えそこはありがとう」じゃないんですか と微笑みもう一本ビールを持ってきますねとその場を去るそこはありがとうというのは少し前の場面で「すみません」と謝ってばかりのくすみに西園寺さんがこういう時は「すみません」じゃなくて「ありがとう」にしないと提案した場面から来ているものだ男女のドラマの王道で破壊力抜群の「顔接近」の胸キュンシーンに視聴者は大興奮 最後のワンシーンの衝撃が強すぎて眠れそうにない、あの一つのセリフとし草さで凄まじい破壊力。松村北斗、本当に沼だ。ラスト一文のキュン何キスシーンかと思わせてそこではなく、そこはありがとうじゃないんですかってちょっとニヤッとするくすみさんにキュンすぎた助けて。 肩のシール取るには目線と角度が完璧にキスだよ、うううー、罪深い罪深い海峡並みに罪深い。くすみくんが沼すぎて無事爆発とんでもない男だ松村北斗。などなど、松村に、沼落ち、したという声が多く寄せられて、話題沸騰となったのである。目黒連主演の月9、おりょうが。制作会社関係者は言う。松村さんは、西ン寺さん。 のよようななな他人にに素直に頼れれくてて弱さを見せられない役がとてもハマりますよね最初は一人でどうにかしようとするけどダメで事情を知ったヒロインや仲間と少しずつ打ち解けて成長していくその過程をうまく表現できる演技力の高さが評価されています。西園寺さん、ノクスミも初登場時は育児で余裕がなくて他人との間に壁を作っている感じでした。 そんな繊細な男性が気を許した相手に見せる穏やかな表情、距離感の近さを見事に演じてみせた松村さんに、沼落ちする女性視聴者が続出したのは当然かもしれません。本作は現在放送中の7月ドラマでも、現在テレビ界が最重要視している13、49歳の小和視聴率が好調で、実は前評判が抜群に高かった海の始まり、フジテレビ系。 月曜9時を凌駕しているんです見やすくて楽しいストーリーに加え、発生した松村北斗沼、今後、ますます数字を上げてきそうです。スノーマンの目黒蓮、27、が主演するフジテレビの月9、海の始まりは、ある日突然、娘の存在を知り、シングルファーザーとして生きることになった青年の物語。スタッフに目黒の出世作 サイレント22年10月期の村瀬健プロデューサー、脚本家の生方美久氏、監督、風間大樹氏らが採血中。さらに有村架純、31、大竹忍、66、池松壮亮、34など主演級の一流俳優陣が揃っており、今回のドラマでは放送前からひときわ話題を集めていた。しかし、7月3週の小視聴率では、 「海の始まり」の第3話「15日が」が2.4%関東地区ビデオリサーチ調べだったのに対して「西園寺さん」の第2話は「16日は」は2.6%と西園寺さんが上回っているのだ「海の始まり」に対しては「重い」「しんどい」という声が多く寄せられておりライト層の指示を得られていない感じですね。 脚本のクオリティも高く、映像も美しい素晴らしいドラマではあるのですが、視聴率は伸び悩んでいて、初回からは下降傾向にあります。一方、西園寺さんは同じシングルファーザーを題材にした作品ですが、雰囲気の明るさも影響しているのか数字をキープしていて、メインの2人の恋模様や、松村さんのキュンキュンくる活躍で、さらにファンを増やしていきそうな気配を感じさせます。 次週、7月30日放送の第4話は、西園寺さん、松本、が芽生えてしまった恋心らしきものを全力で駆逐する。というラブコメ感のマシマシな内容ですし、それを受けてくすみ、松村、とのやり取りも多いことが予告からも伝わる。見やすくて面白い作品として、さらに支持を集めていきそうです、全道思わぬダークホースとして注目度急上昇の、 西園寺さんは家事をしない。4話以降、松村が作る沼はますます拡大していくのかも。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。